感謝大感謝。あやみんです。やしもんです。イエーイ。はい、ということでチャンネルの紹介をお願いします。はい、このチャンネルではアラサー3人組がアニメや特撮の感想を独自の視点で語っていきます。チャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。ということで本日も機動戦士ガンダムを見ていきたいと思います。今回はエピソード32、強行突破作戦です。はーい。前回ね、あれよ、未来さん。いやそうよね、そうよね。三角関係。いや、スレッカーさんね。うんうんうん。うん、あとなんかさ、コメントで見たけど、うん、シャアは中佐から大佐に更新、うん、してるみたいな、らしいね。キシリアさんのとこでみたいな言ってなかった。あ、そう、なんか移動したらしいね。うん、あの人、なんだっけ、もう一人の兄弟。ちょっと。みたいな人。ジャイアンみたいな感じの人。あ、でかい人ね。うん、でかい人なんて名前だっけ。最近見てないから名前が出てこんけど。ドズル？ドズルか。ドズルか。ドズルさんの最下からキシリアさんに移動もしてるらしい。うん、こういったベースをまた叩くんですね。あ、叩きたがり。叩きたがり。叩きたがり。じゃあ、いきますよ。はい、はい、お願いします。いきます。せーの。はい。どんどん地球から離れてる。ね、離れてる。まあ、なんか、だいぶ違うね。うん。様子おかしいな。そういうことか。何これ、何やる、完全に敵じゃん。やばい、やばい、なんかザンボット感出てきた。そうだ、ザンボット系、なんかザンボット感出てきたね。デミトリー、あれじゃん、あれじゃん、あれじゃん、あいつ、最後あいつだ、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 そう、出てきちゃった。何やったんやってこと。うわ、コマコマ覚えて、腹立つの。下半身埋まってるから。なめたけ、なめだ、なめたらダメ、なめたらやられる。ああ、ちょっとボタンみたいなの取れたけど、あ、一瞬でした。告白する、しないね。あ、しない、しない。はい、嘘は知らうやん。あ、こっちも修理中。すごいね、宇宙で修理するって。確かに、うん、久々だね。なんかいたよね、最初らへん。またか。うん、置いといて。本当に、本当にって感じ。木馬大しつこい男が嫌われるぞ。いや、それな。ありゃ、浮いてる、浮いてる。ジェゲンのベルトみたいなのついてる。ああ、そういうことか。なんか、なんか、人気少女みたいな。そう思った、思った。シャアと戦いたいってことじゃない。うん、直接対決するつもり。もう戦いで止めるしかないと思う。音楽がいいよね。いいよね。出ないかな。あー、あるんじゃない、あるんじゃない。吹きたいよね。これトランペットだよ。トランペットね、メロディーね。私サックス出る場面ある、これ吹奏楽バージョンだったらね、できるよね。うちもでもあんまないな。ペットだけじゃけ、確かにね。吹奏楽どうにか演奏しようとする。顔近くない。この声が聞こえない。女子ならもうこれで大歓喜だね。大歓喜。女子大歓喜。さっきからどうしたって感じよね。なんかずっと変よ。なんか覚醒してる。もっとシエラさんすごい強くなった、ね、なんかね、なんか急に来た。あ、やばい、来た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 、来
イガさんすごい。あ、もうなんかやばいね。やばいね。もうどうも見ね。うん。確かにアフロは。あ、若すぎやん。あ、おお、若すぎ。若すぎ。おしゃれな音楽かかってる。ね、確かに。おお、アフロ来た。ガンダムの安心感やばいな。怖いよね、あんなに強いガンダムが。どこにいるってね。あー、来たー。ギャンダムなのでは？なんか登場してきちゃった。うん、すっごい感じで来るんじゃない？なんちゃらとか呼ばれるやろ、ね、確かにね。あ、もう横から行くんだ。逃げた方がいいよ、ね、逃げた方がいいよ。あー、危ねー。あー、そういうこと。もうそんな感じ。水田さんは、あ、なんか目が光った。二刀流やん。もうなんかありえない次元に生きとる。あ、ねー、あ、素敵。威力半端な。なん、何も言わない、ね、怖いんだけど。どんな感情なの。え、ニューシックスってあるじゃん、ピアノ。確かに行きたくないんだね。行きたくないよね。ちょっと分かってるよ。ちょっと分かってるよ。聞かないでよ。え、なんか見てる。目が出ないから。なんか賢そうな感じだね。賢げな。賢げ、インテリ、インテリ系か。インテリ系、インテリ系じゃない。やっぱ政治家やからな。ということで最後予告が見えちゃった。ねえ、完全にそうやんって思っちゃった。あれはやっぱそうなのかな。一緒で、お立ち位置的に。なんせかな。あんな一般のモブの人はなんぬか。確かに。まあまあ確かに。あー、そうですか。好きじゃん。絶対好きじゃろ。ねえ、フライドのね。そうだと思っちゃってるんだけど、勝手に。いや、でもだってなんかもう、目が、ね。いや、そう。見る目がなんかちょっとね、目線が。熱いよね。熱いよね。熱いし、なんかじって見てくるじゃないか。じって見てくる。最後もなんか、最後なんか。まさかねって。あの、まさかでもちょっとわかんないけどね。どういうことなんだろうって。合わんだろうね。合わないよねっていう方だ。でもさ、ホワイトベース来ますっていう連絡は入るじゃん、多分ね。行くやろ。ねえ。フィアンセやったらな。喜んじゃうんじゃない。なんか予想そんな感じよ。向こうがね。未来みたいな。やだ。そうだよね。資料見る、なんかブライトさんがもう。ギンギンマリブライトさん、ギンギンみたいな。怖すぎ、ギンギンブライト。でもあれ、ミライさんあんまサイド6に行きたくなさそうやったけど、あんまやっぱ行きたくないんだろうね。好きじゃない、好きじゃなさそうよね。か、なんかそのあんまりこう戦ってる自分見られるの嫌だみたいな感じじゃない。え、そういう系か。お父さんは亡くなったって言っとったよね。まあお父さんに無理やりっていうのではないよ。まあ悪い人じゃないんだけど、うん、みたいな感じなんじゃない。そうだろう、多分。恋愛にはなれんみたいなやつだろみたいなね。いい人なんだけどね、みたいな。あー、出た。いい人なんだけどね。いい人止まりタイプの人。ね、いい人止まりの人ね。ダメだ、全部最後持っていかれちゃったわ。まあね。いろいろあったのに。いや、今回もいいシーンはいっぱいあった。あったね、あったね。ちょっと危なかったね。カイさん危なかったね。あー、そうそう。あ、なんか、えってなった。怖かった。だから急にこう、ね、スカート付けのやつが。ね、スカート付きって呼ばれるんだね。まあね、名前が分からないからね。木馬みたいな一緒で。セイラさん覚醒だね。いや、すごかったね。読めてたね、いろいろね。しかも、シャアじゃ、100% シャアじゃないっていう確信があるけん、あそこまでできるんや、たぶん。あー、ちょっと。前のめり、前のめり。ちょっくらなんか暴れてくるわ、みたいな。そうそうそう。気分転換に暴れ、大暴れしてくるわ、みたいな。どっちがシャアだったっけ、みたいなね。マムロもおかしいですよって言ってたよね。言ってたよ。カラオケ行くみたいなテンションだったね。確かに確かに。なんなんだろう、あのなんか私あれよくわからなかったよ。私もそのぐらいの力があったらね、みたいな。シャアを止められると思ってた。思ったんじゃない？止めたいんだ。多分ね。てか殺したいとかじゃないだろ？そうそう、止めたいじゃない。止めたいんじゃない？
どうにかしてね、なんか話するタイミングがあればいいんだけど、うん、確かにね、ゆっくり話すとかいうタイミング難しいもんな。そうだな、セイラさんがスパイに疑われるもん、うん、いやそんなんしたら、ね、難しいよね、力で抑えつけるしかないみたいな感じだね。そうね、あの捕虜としてシャアを捕まえたいんだよ、セイラさん的には。生きたままみたいな、なるほどね。そしたらもう あれじゃん、ジオンめった出しにしようが、うん、とりあえず兄さんは無事なんで関係ないし。スレッカーさん、うんうん、なんかスーツ独特な青、ね、真っ青の、あっ S、 S これ S よ ね、ここに黄色の S で、うん、スーパーマンみたいな、イケメンじゃん、ちょっとイケメンな、ガタイいいな、ガタイの良さ、アムロとくっついてた時、うん、アムロとかなりなんかこの結構しゃべった時ちょっとなんか、まあ、聞こえづらいんだろうね、うん、2人ともヘルメットかぶってるから、うん、もうこれぐらい聞こえなんとわからん。かっこいいしね、普通にね、ひょうひょうとしてる、強いしね、強いしね、最初イライラしてたのにね、うん、すぐこの手のひら返し、もうすごい、ね、あでもまあアムロがやっぱすごいわっていう、うん、すごい戦い、ガンダムがいませんっつってね、あれすごく、あのシーン怖かったからね、ちょっと同情したもん、うん、あのちょっとね、トレンさん、うん、トレンさんの方に、いや怖いやろうなーってね、どこだ絶対にいるはずなのに、怖いな。ドームがあっちからさ、なんかそのガンダムがいないって言っていますって言ってたらさ、ドームバーンって爆破されるやん。いないこと。ウルトラマンみたいな感じでした。こういう状態。そう。なんか光ってたもんね。うん、いや光ってた。あれはなんか異名つくだろうってなってる。確かに、ね。そう。だって流星みたいなの。そうそう、ね。赤い水星のシャアだから。白い、うん、白い流れ星。綺麗。流星や。キラーなってたね。キラー、ね、あ、なってた、キラーみたいな。二刀流で、ね、上か下かみたいな。やってたね。キラー、サッカーのゴールキーパーのプロの人みたいな。何かいいみたいな。でも覚醒しつつあるってことか。もうなんか達人みたいになってたもん。達人。安心感が半端ないもんね。アムロおれば大丈夫みたいな。一人でお願いみたいな感じだったもんね。うん、うん、またよろしくって。スカート付きには無視しない。あとそのでっかい3機はお前がやれみたいなね。でも1機はもうダメだったっけ、あと2機。そうね、そうね、あれだってっけえの一人でやるとかさ、すごいよね。シャアもびっくりしたじゃん、あのなんかドレクが俺がつくまでにやらなかったみたいな、本当はすごい結構信頼を置いてる、まあ、うん、強いんだよねって思って出したのにみたいなね、もうシャアも何も言わんかったもんね、あの最後か確かに、うん、どういう気持ちなんだろう、ね、いやそれだけ強くなってるって思ったね、レベルアップしてるよね、なんか強くなってるから戦ったかの楽しみになってる、あそれはあるかも、それはあるかも、ね、結局なんか一瞬、うんってなるけど、メララってなる、メラップ、メラップ、プライド激化的にやっぱり、ね、なんか楽しくなってきたなみたいな感じだったけど、しかも一般人が乗っとるのにみたいなこと言っとったなって、あそうね、避難民がなんでこんなことにみたいな感じなんだろう、本当に確かにね、あと一個忘れとるかもしれんけどさ、うん何のことは一番最初、一番最初って何かあったっけ、誰かわからない人が出撃してきた一人で勝ったなんか謎に死んでいったみたいな、思ったそう、あのシーンももはやいらないけどみたいなあれが見せたかったから、あのなんか不思議な機械みたいな、黄色いなんかホルカットでタガメみたいなやつお前かみたいな、だってアムロもなんか何だったんやみたいなアムロも何だったんだろうみたいなつってかわいそう、何のための出落ち感が半端ない、死ぬ時もさ、なんかそのパイロット側の描写とか全然なかった、なかったね、なかったね、あの機械の目のとこがピカーって光って最後バーンって遠目で出たり、そう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 、まあよっぽどだけなんかあれだったんだよね、身内で大事な人だったから、そうだね、なんか敵討ちたくなるんだよね、みんなそういうのもいいよね、なんかこう、わかんない、戦ってないかわかんないけどさ、そうだね、命を大事にしてほしいけど、まあ、確かに、ね、捨て身はやめようっていうね、うん、やってるとそういう気持ちになるのかな、ね、わかんないけど、わかんないよ、だってこう MOM なんか、あやみんが例えば、うん、わーって殺されたら確かに敵討ちってやるってなるね、なんかそこでなんか、うん、私は命で助かったとかならんかもまあまあね、確かにな、うわーでもそうかも、冷静でおれんかもね、あんまり戦いみたいな感じだったらなんか、うるさねーって
になっちゃうのもまあわかる、ね、確かに。続き気になるな、ね、続き見たいな、気になるね、続き見たい。いやおもろいな、ね、でもおもろいね。なんかその夏のこととかがめっちゃ懐かしくなってきた、ね、思った、ね、めっちゃ最初らへんだったよね、まだみんなわたわたしてた、ね、そう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 、今みたいな戦い方とかもすごい拙いんだろうね。あーねー、こんなに安心してガンダム見れてないと思う。確かに確かに、もうみんなで頑張ってほしい、もうこのまま。いや本当に頑張って生き残ってほしいな。いやちょっと無理かも、マジで誰かがこれ。いやね、ちょっとうちもここから誰かが死ぬってなったら私泣くかも、普通に。ちょっと無理かも、ちょっと無理かも、ちょっと無理かもってなる。泣くならないでください、うん、お願いしますお願いします。もう終わったアニメに神頼み。はい、ということで今回はエピソード32の強行突破作戦を見てみました。今回の動画が良かったと思う方は高評価ボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録を皆さん1万人目指しておりますので、年内ねよろしくお願いします。そしてたくさんのコメント本当にありがとうございます。今回の動画にもですねコメントだったりとか、あとは私たちのリアクションに対しての感想とかもお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そして MOM 団の SNS があります、 X があります。こちらではですね撮影の裏側だったりとか、あとは大事な緊急のお知らせ、臨時の例えば投稿が間に合いませんとか、そういうこと結構あげたりしてますので、よかったら X されてる方はこちらもフォローしてみてください。そして LINE の個人の X もありますので、こちらはみんながプライベートを好き勝手につぶやいておりますので、こちらもよかったら見てみてください。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録タイムです。チャンネル登録タイムです。チャンネル登録タイムです。